リオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、どうも吉田剛大です。本日、この会場でですね、自分のカバーナイト、1年に1回は必ずやらせてもらってますカバーライブ、カバーナイトボリューム5を、本日リオでやらせていただきました。本当にこうカバーをやるっていう、こう意味をずっとずっと自分の中でも考えて、やっていきたいライブだなと思ったし、こうこの午後積み重ねてきたこうカバーの重みみたいなものとかをね、皆さんに感じてもらえてたら嬉しいなと思ってます。そして、本日のトークテーマですが、2023年の思い出でございますね。2023年の思い出は、ほんまにこう自分の中でチャレンジで、こうスタッフ一人とマネージャーと自分だけで、その他のスタッフさんを介入させずに、本当に2人だけで全国13カ所回ったツアーっていうのが、自分の中ですごい思い出深い旅になりました。またね、これをやりたいなと思ったし、こうストリートライブをしてるような気分というか、自分らだけで行って、場所確保してストリートライブをするような、それのこうライブハウス版みたいな感じでやらせていただいたので、めちゃくちゃ思い出に残っております。そんな感じでですね、来年の、実はですね、私来年の1月25日からまたそのツアーをやるんですね。一人で弾き語って全国を回るというツアーをやらせていただきますので、ぜひ東京から始まります。1月25日東京から始まりますので、吉田剛大ぜひチェックしていってください。よろしくお願いします。以上、吉田剛大でした。バイバイ。